パカテス。呼ばれてんね。今日は2人のね、身体測定をしようと思います。2人は結構ね、ビッグサイズのチワワなんですけど、実際どのくらいのサイズなのかね、きちんと測定をしたいと思います。首周りと胴周りと体長、この首から尻尾までの体の長さ、うん、ここと足の長さも測っとこう。足そう、測っていきましょうか。ですかね。なんか座って。そうそうそう。28ぐらい。28ぐらい。うん、まあまあまあ。そんなもんかな。オーティストル。ここか。ここ脇腹らへん。胴回り44やな、これは。はい、体長は尻尾の付け根から首までで26ぐらい。もっとペースで公平に左後ろ足にするか。はい、おもちゃと思っとる、完全に。15センチぐらい。もかもか、そんな感じやって。やすぎテス。テスの首周り26ぐらいか。ああ、ここね、うん、だいぶ優しく巻いてるけど26。テス、次胴周りです。人間流ウエスト。腰で。テス、おとなしい。え？お、細っ。40。40やな。細っ。モカより全然細いやん。まあ、細そうやけどな。まあね、シュッとしたモカ骨太って感じやから。30ある。うん、やっぱ長いんやん。テス細くて長い。細長いんやて。うん、そうやね、モカと同じくらいね。あ、でも短い。うん、テスの方が全然短いね。2センチ短い。面白いね。2人ともでも普通に大きいな。大きいな。うん、大きいんじゃない。じゃあ最後に体重やな、モカちゃん。ついに体重いきます。じゃあ準備しますよ。体重計の上に洗濯かごを乗せました。ゼロに合わせてゼロ。じゃあこの中に乗ってもらいましょう。赤ちゃん、体重やぴょーん。わあ、重くなっとる。5キロ超えてしもった。ほんまかこれ。でもゼロやったよ、ちゃんと。モカさん、だいたいそれぐらいだ。モカ、5.1 キロ。太ったよ。まあまあ。4.95 やったね。ちょっと前、数ヶ月前。ケツが次もくって。ケツもあるか。僕も行きましょう。ケツお座りしてね、ちゃんと。ケツちゃん、お座り。お座りテス。ケツお座り。ケツお座りとかできるんか。ケツちゃんお座りですよ。4.9 ぐらいじゃん。テス。うん、4.9 やね、こりゃ。4.9。テスもちょっと重たくなったね。いや、お疲れさま。お疲れさまでした。
他メジャーを欲しがってます。おもちゃやと思っとる。なんか紐が出てくるおもちゃやって。おしまい。ほらのーって言って、ほらのー。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日。